韓国外交部は24日、カナダトロント市内で発生した大規模な銃撃事件に関連し、現在まで国民の被害は確認されていないと明らかにした。これを前に去る22日午後10時、カナダトロント市内のギリシャ人街で銃乱射事件が発生、容疑者を含む3人が死亡し13人が負傷した。 中トロント総領事館はすぐに対策班を構成し、担当領事を負傷者が運ばれた病院に緊急派遣し、韓国国民の被害有無を確認した。この過程で、現在までに国民の被害報告は入っていない。ただし、カナダ市民権者である同胞二人が銃撃によりそれぞれ太ももとふくらはぎの部分貫通傷を負ったが、 重症ではなく治療後に退院したことが確認された。担当領事は負傷者二人に会い、疲労したと外交部が伝えた。